こちら保育園や住宅が立ち並ぶエリアなんですが、ゴミ置き場が燃えたということで、中には焼け焦げたゴミが残されています。今朝午前4時過ぎ、大分市新川西にあるゴミ置き場から出火しました。消防車9台が出動して、火は間もなく消し止められましたが、中に置かれていたゴミやそばにあった柵などが燃えました。この火事によるけが人や付近への延焼はありませんでした。警察によりますと、ゴミ置き場にあったのは一般家庭から出される可燃ゴミだったということです。その煙みたいなのが見えて、でこう反対側に渡ったらあのゴミボックスだったから、なんでゴミボックスからって感じで思いましたけど、怖いですよね、不審火になったら。警察は不審火の可能性があるとみて、現場付近の防犯カメラを確認するなどして捜査しています。